前回で最終決着をつけたウイングリーグ、見事優勝を勝ち取ったのは大分駅前店ですが、最下位だった下郡店には罰ゲームがあるってこと覚えていますか？今後いつか放送するスーパープレーガー TV 大分版で罰ゲームがあります。今回はその罰ゲームを決行、怖い体験をしてもらっちゃいます。一緒にやってもらって。いやそうそう、下郡店の高村さんと一緒にめいちゃんも巻き込んじゃいますよ。さあ本日はウイング大分駅前店にやってきております。さあもう早速スタッフさんも来ていただいていますので自己紹介をお願いします。はい、スロットステーション2の安藤です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ウイング大分駅前店の山上です。お願いします。お願いします。さあ本日はですね、ちょっと皆さん覚えてる方もいると思うんですけど、ウイングリーグですね、最下位になりました。こちら下郡店の2人ですね、めいさんと高村さんが本日の罰ゲームということで、やっぱ夏ということでですね、ちょっと肝試し気分で本日はリング呪い再びを2人でもうちょっと真っ暗な店内で打ってもらってますんで、もうね実戦も始まってて、ちょっとみんなでモニタリングしながらちょっといろいろやっていこうと思いますんで、今回は特別にウイング大分駅前店のホール内を真っ暗にしたまま2人にプレイしてもらいますよ。さあ実戦スタート。恐る恐る始める2人、そしてカノンちゃんたちはどんなドッキリを用意しているのでしょうか。やっぱりちゃんとこうね、良さをねアピールしてください。一つ一つのリーチが怖すぎる。怖すぎる。怖すぎる。やっぱりね、夏ですからね、夏には持ってこい、持ってこいだけど、なんでしょうね、できれば普通のホールで打ちたいな。間違いない、うん、お二人は怖いの大丈夫ですか？自分は大丈夫ですね。怖い。パンドさん大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。結構ダメですか？ダメですね。でもちょっと後でお二人にもちょっとこの二人を驚かしにちょっと行ってもらうんで、ちょっと暗い中行けますけど大丈夫ですか？行くのが怖いですよ。行くのが怖い。行くまでが。まあでも早く当てればね。そうですね。止まっちゃった。ね、ああいやー心臓に悪い。まあせめて筋肉。暑いんじゃないですか、これもしかしてね。暑いやつ。暑いやつでしょ。嘘でしょ。しました、サダムしました。見て。見れない。押して。あれは夢？あ、全然セーフじゃないけど、セーフって言っちゃった。そうですね、番組的にはセーフじゃないですよ。番組的にはセーフじゃないけど、アウトです、どっちかって言ったら。アウトなんだけど、気持ち的にセーフかな。そう、まあ、心の準備ができてないというね。そう、当たったら当たったでね、なんか ね、そうですね。正解の放送ね、僕ね、なんで負けたのかなって、はいはい、なんで僕最下位になったのかなって振り返ったんです。はいはい。そしたらね、パートナーがダメだったって。え、なんでなんでなんで？だって前回ね、駅前さんね、ゲストで来てくれました、はい、姉さん当ててくれましたよね、ビッグ最後ジャグラービッグ当てました。はい、みのりさん、はい、ジャグラービッグ当てました。はい、姉さん当てない。だけど私デビルサバイバーで、はい、めっちゃ出てたじゃないですか。だって最後が勝ちですもん。それ自分の責任でしょ。いやいや、だって言わせないでください。なんか喧嘩してませんか？ちょっとうるさ
すぎますもんね。ちょっとね、高村さんずっと喋ってますもんね。はい、じゃあね、ここでみのりちゃんが、はい、はい、まあね、ちょっと軽くね、軽くね、ちょっとジャブ手を、ね、ジャブ手を、ジャブ手を、あー、やばい、楽しみ。サクッと上げますんで、僕はすみません、なんかね、本当一人になった時ですよね。いや、そうです、一人になった時のリアクションを見てみたい。いや、めいさんもうダメじゃないですか。でもちょっと早く向こうの脅かしに来たい。あ、なんかそうですね、ワクワクしてた。そうそうね、行きたいな。まだまだ続く罰ゲーム、この後さらなる恐怖が二人を待っているかも。そろそろ馬ももう出動しているし。本当ですか。あ、メガネ、あ、え、どうですか。全然見えない。っていうか、もう怖いです。怖い、もう怖い。この絵が怖い。
多分海からこれ釣れたパターンのやつ。ミスは許さないです。逆に長靴行く行っちゃうみたいな。当たるじゃないかなと思ったら当たったから、よかった。
で、当たった時、イエーイってやってたじゃないですか、うん、内心すっげー心細いんですよ。でしょうね、もう今もずっと一人で喋ってますからね、本当に。そっち行きたいな、そっちに行きたいな。なんかもうみんなでワイワイと喋ってるんでしょ、ね、僕一人でずっと喋ってますからね、おかしいな話ですからね。じゃあそろそろ最後のですね、はい、仕掛けを、はい、ちょっとヤホー終えていただいて、早速行っちゃいましょうか、はい、行っちゃいましょうか、なんかね一人でワンワン言ってるみたいな。嘘やろ、危ないなと思います。嘘やろ、それはダメやろ。え、ないないない、これ何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 これ、こういう演出なの。ダメでしょ。何がですか。電源落とすのは予想してないよね。どうでした、どうでした。うん、あなたが一番言っちゃいけないことでした。本当怖かったですよね。本当怖かったわよ。本当に怖かった。あのね、うん、だから初めみのりさん来たでしょ、うん、あの時ね、うん、リアクション取れないわよ。なんかあのメイさんは上から来たのが一番怖かったらしいですけど、どうですか、どれが一番怖かったですか。一番怖かったのモンタさん。え、あ、うわーってやつだ。そう、最後、多分一番最後に、ね、電源を落とす前、1個前くらいかな。あー、うん、私がじゃあそう、当たっていなくなるぞって言った時に、後ろからわーって来られた時に、うん、僕、あの、すっごいびっくりした。ちょっと吸いになってましたもんね。吸いになってました、うわっって。はい、ないですね、うん、ここまでで、また来週もお楽しみに。はい、はい、皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。あなたの隣に体作るわ。やだ。